入ります。 組長がお待ちです。 お前んとこの死にかい。はい。はがね。はい。挨拶しろ。父さんの兄貴だ。はがね、健介です。よろしくお願いします。そんな目で俺を見るな。吸い込まれちゃうじゃねえか。すいません。こいつ兄貴に憧れてるんですよ。兄貴を見て自分も極道になりたいなんて気を起こしやがって。本気なのか。 なんとかあと1ヶ月待ってくださいよ。お願いしますよ。ね。ふざけんじゃねえよ。ガキの使いじゃねえんだよ。
ないものはないんですよ。仕方ありませんよ。ここの土地売るとか、そこの機械がなんか売るとか、金作る方法だったらいくらでもあるでしょうか。それだってみんな銀行の抵当になってるんですよ。だったらあんたの体売れや。腎臓、肝臓、目ん玉。脅すことだ。警察に通報する。警察が怖くてヤクザやってられっかよ。目ん玉じゃん。目ん玉じゃん。目ん玉じゃん。兄貴、兄貴は黙ってつくれ。申し訳ありませんでした。素人に舐められたらヤクザしまいだろうが。でも何年この業界で飯食ってんだ。もう一度行かせてください。今度は必ず。順次、オープン行って今度は大丈夫か。遠慮すんね。正直に鋼に取り立てられんのか。無理だと思います。バーン。弟分が言ってんだ。お前には無理だ。まずはお前が順次で行ってこい。鋼に靴でしたからね。あいつまで腐っちまう。わかりました。おい鋼。はい。便所のクソでも洗ってろ。迎えに来てやったんだよ。どうせお金だろ。そういうね。5万、3万、2万でいいよ。がっちり稼いでよ。楽させちゃうからな。な。ごめんな、ちょっと疲れてるみたいでさ。あんたのはいつだって単小方形のふにゃちんじゃない。してんだよ。何すんだよ。ふざけんじゃねえよ。てめえなんかよ、怖かなんかねえんだよ。家にまともに惚れない男が威張るなってんだ。ふざけんじゃねえよバーカ。
閉めて。なんだこれ。どうした。何すんなてめえ親父。すまん、悪かった。悪かったじゃねえんだよ。ほら、おいおい、おだて、おい、お前ら、俺が誰だか分かってやってんのか。ヤクザだと。ヤクザ相手に喧嘩売るつもりか。おい、さっさと行けよ。見てんじゃねえぞバーカ。ヤクザ。一枚も入ってねえじゃねえかよ。死刑かよ。おい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 。ほら行くぞ。バーカ。何やってんですか。財布落としちゃってさ。松葉の兄貴が探してましたよ。なんだよ。明日の朝土佐さんが出所するって。こちら、横井会長です。ああ、そうか。場所に呼び出すなんて嫌味な野郎だ。よも、何の用なんだ。明日な、その右腕を切った男が出所するぜ。組長が頭か土佐さんに三代目譲って引退するって話さ。どうってお前、継ぐとしたら頭が筋だろ。だけど組長は
土佐さんのことを実の子のように可愛がってる。それにあの人は首を救った人だぜ。昔の話だろうが、中目会も今同じ武蔵連合の傘下なんだぜ。組同士のいざこざは絶対禁止だって時に中目会の先代切った男が後見つけると思うかい。今日だってたったこれだけで抑えたんだよ。兄ちゃん気をつけろよ。前田の兄貴は若頭にべったりだ。高ちゃん、俺自分が極道に向いてないってのはよく知ってる。それでも足を洗わないで来たのは、土佐さんについていけば変われるかもしれない、そう思ってきたからなんだよ。土佐さん、幹部会と重なって頭たちは朝から本家の方に。おやつさんの心臓の方はよくはありません。医者は今度倒れたら危ないと。そうか。組長、箱根の病院で兄貴は無限で待ってます。昼過ぎまでは治療の時間ですから、それまでにまずは刑務所の赤でも落としてさっぱりしてください。近くに別荘を確保してありますから。社長どうも。兄貴先案内します。はいはい、すいません。もしもし。あ、はいはい。そうです。はいはい。分かってますよ。はいはいはい。あ、思い出したよ、あの時の見習いが。
抜けてる。おっさんじゃん。何出せよ格好してんだよ。乱暴はやめろ。許してくださいだろ。出た。おら。Ah!
気がついたようだね。心配することはないよ。そのうち動けるようにしてやるから。いいか、君はまだ完成していないんだ。防水機能も不完全なんだから勝手に動かれちゃ困るよ。心臓部分がショートしたら一巻の終わりだったんだから。喋りたいのか。何なんだよこれ。落ち着けよ。あんた誰だ。僕の名前は平賀玄白、自称天才科学者。まあ世間じゃ僕の才能に気づかずに僕をオタクだとか気違い博士だとか呼んでるがね。そんなこと聞いてんじゃねえんだよ。なんで俺はここにいるんだよ。何も覚えてないのか。記憶回路がまだ完全に回復していないのかもしれないな。思い出したかね。君はもう一人の男と一緒に殺されたんだ。それを僕は生き返らせた。僕は小さい頃から怪盗人間を作るのが夢でね。それでちょくちょく死体を手に入れていじくってた。死体を？ああ、ブラックマーケットでね。意外と簡単に手に入るもんなんだ。人知れず殺された連中や不慮の死でどうしても処理に困るような死体が多いからね。君らもその一つだ。3ヶ月前に2体200万で引き取った。誰からだ。さあ、僕は指定された場所に死体を引き取りに行っただけだから。交渉は電話、金は銀行振り込み、相手の顔さえ知らん。それがルールだからね。二つとも穴ぼこだらけのひどい体だった。でも奇跡的にもう一人の男の心臓と君の脳波だけは停止していなかった。僕はそんな死体を待ち焦がれていた。僕の研究はね、脳と心臓さえ無事なら改造人間に変えられるだけの段階に達していたんだ。君は最高にラッキーだったってわけだ。冗談じゃねえ。継ぎはぎのバラバラじゃねえか。うん、それは心配ない。顔と胴は簡単に接続できる。継ぎはぎも今は超合金が足りないだけだ。そのうちフルメタルにしてやる。フルメタル。ああ、拳銃の弾を簡単に跳ね返す体だ。いいか、君の能力は抜群なんだ。左目は赤外線スコープ、右目は透視能力、しかも取り外し可能。体から離しても脳に視界を送ることができる。耳は半径2キロ内なら必要な音声を的確に捉えられる。筋肉も人間の能力ははるかに超えている。10人相手でも敵じゃない。そんなものいるか。こんな化
け物みたいな体、死んだ方がマシだ。死んだ方がマシ？君はなぜ助かったのかまだ分かっていないようだな。あんたのおかげなんだろう。違うね。違う。もう一人の男が盾になって君の体を必死にかばったからだ。君を助けたのは彼の意志だ。土佐さんが言ったろ。君の体の中には彼の心臓が移植されている。彼も君の体の中で生きているんだ。両腕両足は彼のを移植し改造した。運動機能や闘争本能につながる中枢神経は彼のをコピーしている。他には？チンチン。チンチン。もちろん金玉ことね。土佐さんのチンチンが俺に。いや、別段君のが損傷していたわけじゃないんだ。うん、君は最強の男だ。あらゆる点で人を裏切ってはいけない。それからあと一つ、罪を全部完成させてくれ。おにぎり。君の主食は金属なのだ。金属以外のものは食べてもわずかなエネルギーにしかならないのだ。味は？そんなもの必要ないのだ。
は感情というものを次第に失っていくが、その反動として一旦激しい感情が生じると、それを制御することができなくなる。そうなるとエネルギーは一気に消耗して危機に狂いが生じ、体中がショートしてしまうから注意してくれたまえ。感情というものを失う。人を好きになったり憎んだり怒ったり泣いたり、あんな面倒なもの必要ないだろう。そんな応急の策として感情を鎮める回路は備え付けておいた。もし何かで感情が高ぶって体中に異変を感じたら、ここを同時に押さえて呪文を唱えるんだ。呪文？スピースパッコイのモイハロシスピー、これを3回なんだ？子守歌だ。昔バーヤがよく歌ってくれた。右側からの攻撃に対する防御姿勢、左側からの攻撃に対する防御姿勢、まるで同じなのだ。全身なのだ。交代なのだ。できたのだ。何をしてるの？ここを出ていく。出てく？なぜ？俺たちは殺された。そのことが頭から離れないんだ。バカなこと言うな。復讐でもする気？君は正義の味方になるの。ほら唱えた。スピースパコイのモイハロシスピー。今はまだ感情を制御できないから悩むの。博士、俺は極道だ。極道として感情を失う前にやらなきゃならないことがある。違う、君はヒーローなの。感情を激
通称サーン。はいまいスラーツ。レナードベスパコイツ、ズナイクダウンイジェット。ハローシスルチェ、パブリチスパソーナ。カッボス。レナード、サブシェーニュ。腰が入ってないんだ腰が。はい。副総長はな、下手なゴルフを一番嫌うんだよ。そんなでじゃお前、いつまでたったっておめえを紹介できるぞ。すげえ。バカ野郎。副総長がな、俺を後に押せば、親じゃ引退を飲むしかねえだろ。これからあの人の時代よ。はい。打ってみろな。はい。バカ野郎お前、どこ見てたこの野郎。はい。ボケ親父が、父さんはもうこの世にいねってんだよ。違うんだよ。俺から前田の兄貴に頼んでやるからさ、謝って組戻んなよ。順次、直美に惚れてんのか。直美泣かせたら承知しねえぞ。
お前ビビってこねんじゃないのか。なあ、ああ、なんだ停電か。おいおい、お客さん、おめえらば会長に会いに来た。バーガーやろー。やだー！
やるならやってみろ。ただです。この背の筋が土佐用一の者と承知の上でかかってこい。殺すなんて指示した覚えはない。こいつが勝手に、前田が勝手にやったことだ。俺がそれを信じると思うか。事実だ。若頭の俺がそう言ってんだぞ。え、信じろよ。兄貴の体を自分に移植した。何、移植だと。土佐の兄貴は俺の体の中で生きている。許せ土佐、俺は悪かった。許してくれ。俺は直接出迎えるべきだ。そうすればお前を失うことなかったんだよ。俺はバカだった。許してくれ。勘弁してくれ。ハガネ、ハガネ、今日からお前が前田を継げ。いいな、俺と一緒に戦おう。まずは武蔵連合の制約からだ。いいな。ふざけるな。俺は騙されない。やっせ、切るじゃよ。よせ、おー、あんじゃ腕の一本二本じゃ済ませない。ぶっ殺したな。話すんだ、タカちゃん。俺にはそんなもん聞かねえ。それでも撃つよ。タカちゃん頼む、俺を止めないでくれ。土佐の兄貴の仇を討たなきゃならないんだよ。だったら俺から殺せや。どんな理由があろうと上の命を狙う奴は絶対に許さねえ。相手が誰であろうが俺は命を懸けて守る。潰した。前田の兄貴も死んだよ。もう十分だろ、ケンちゃん。
ベスはレーザー砕いちトゥトゥーリトムワジシベルニッツァシュダちょっとなんだってこんなバッチはうずらした死体しか手に入んねんだモモレンジャー脱げきなフィッチタグ見Thank you.
でっけえ。この人に捨てられたの。俺なんかと一緒にいても幸せになれないって言われてね。それからこの人、私の目の前で人を切りに飛び出してった。極道だったの。7年も刑務所に入ってたのに、出所した途端殺されたんだって。バカだよね。あんたはなぜここへ？あてもなく旅をしていて、なぜかこの村に誘われて。なぜか？でもそれがなぜか今やっと分かりました。自分の生まれ故郷に似ていたんです。不思議だね。全然似てないのに、なんだかあんたといるとあの人がそばにいるような気持ちになる。ねえ、私もしばらくここにいたいな。いいでしょ。知られたアスタロサ・ザ・トゥリー。飯食った。なぜだ。相手の人は心があったかいって。本当に不思議。健介さんって手の大きさまであの人に似てる。
願い、一度でいいの、私を抱いて。もうあの人のこと忘れたい、自由になりたいの。今まで何度も他の男の人好きになろうって努力したけどダメだった。でも健介さんだったらあの人のこと忘れさせてくれる。ゆかりさん、健介さん私のこと嫌い？好きです。だったらどうして？ダメです。私はあなたのことが好きだ。でも私の体はいいの。あなたが自分の体のこと気にしてるのよく分かって。だけどどんな体でも私あなたのことが好き。私は事故で体の半分を失った。体の半分は金属です。醜い化け物だ。驚いたでしょう。私あなたのそばにもっといたかった。でもあなたといたら私はあの人を忘れることができません。私はあの人とあなたを一緒に愛することなどできないんです。さすがですね。いや今日は調子がいいですね。元気もいいし。三代目どうだ、一番上になった気分は？いやまだまだですよ。私は副総長と一緒、これからですよ。お前も欲の深いやつだな。おいピッチ、あの人の敵！
おい、大丈夫か？面倒見てるろ。おい、なんだてめえは。おお、こら。土佐の女か。殺して。おい、俺にくれ。兄貴、死んじゃったんすか？なんだ、生きてんじゃないですか。この女知ってますよね。高いんだぞ。要件は何だ？俺の命か。そんなもんいるかい。俺の星なんだ、もっと上だよ、てっぺんだよ。いいか、武蔵連合の総長やってこれ。うまくいったらな、女返してやるよ。土佐の背中がな、食い切ってよ。
けて。心配ないって。あれで三代目は兄貴のことをひどく怖がってるから、彼女のことを殺したりなんかしないっすよ。ケンちゃん、俺だ。あ、彼女のことは心配すんない。約束通り無事に返す。武蔵連合はどうなる？総長の大次が頭についで、三代目はまず補佐から。青写真はその後ぐらい。タカちゃんは？みんなバンバン死んでて、次は俺が若頭だってよ。そうか。それじゃあ組は少しも安心だな。ケンちゃん、今からでも遅くはねえや。俺と一緒にむつみ組にでかくしねえかい。それが俺らの夢だったじゃねえかいな。俺はもう無理だよ。ケンちゃん、いつもお前は俺が行こうって時に必ずビビってるね。お前がせがんだな。本当だ。何？じゃあもう切るよ。じゃあな。もう少し働いてもらってもよかった。西の奴ら叩くにはもってこいだったのにな。いや、心配いりませんよ、総長。この男を助けた奴を見つけ出せばいいんですよ。うん、そいつに新しい兵隊を作らせればいいのか。まあそういうことです。我々に服従するロボットをね。お待たせしました。おう、さあどうぞ。うん、総長、おバッチリ仕込んでありますからね。グッ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 と。本当本当本当。チキショー、俺まで殺そうとしやがって信じらんねえよ。こうなったら俺兄貴についてくる。兄貴、絶対敵を打ってくださいよ。らしく年齢してら。
総長、かっこいいですからね。これはまたいい女子してんだよな。おい、お前んとこの若いやつに先やらせろ。おい、松葉、ちょっと、お前やれ。ばあちゃん、やめろ。ふざけよら、まだ歯抜いてないけどやってみますか。これはなかなかいいですよ。いやらしい口になってみろ、ほら。どうぞ。ほら。
Ranger! かっこいいじゃねえか。 消えてくれ。 タカちゃん、 頼むから。 タカちゃんだけは。 だからおめえは半端もんだって言うんだよ。 俺は逃げたりしねえ。 俺は極道なんだ。 高ちゃん、痛いよ。血が出たよ。俺生きてるよね。俺まだ人間だよね。 誰もいなくなっちまったよ、バカ野郎。
フルメタル極道か。兄貴死んじゃったんすか。